まあ、あの、その13コーナーのね、問題は、あるんですけど、これ、まあ13コーナー立ち上がってくるところ、奥が14コーナーですけど、まあこういう、その13コーナーの出口、アウト側は一応、それなりにランオフエリア、まあ、広いとは言えないけど、ランオフェリアがあって、テックプロバリア敷いてあるんですよね。だから12コーナー、右右右って曲がってきて、13、まあそれなりにちょっと速度は乗ってくるんで、13コーナーで。 だから13で、例えば、えっ、ー、と、スナップして、そのままアウト側にまっすぐ行きましただったら、要するにエーペックスから、えー、スナップして、まっすぐ出ましたは、このアウト側に映ってるテックプロバリアに刺さるんですよ。だからそこは問題ないんだけれど、大体において F1 マシン、今年の F1 マシンで言うと、エーペックスの、もうさらに先ぐらいでリアがスナップするんですよね。なんならその遠赤、この緑の先に、 赤白の縁石、これ完全にただのペイントなんで、ペイントされたところの近くまで行って滑、リアが滑る、で、車の向きが変わるってなると、くるっと回って、後ろ向きに、このテックプロバリアが置いてあるよりも、さらに先、もう13コーナーの出口というよりは14コーナーのエントリーのところに当たっちゃうっていう形になるんで、そこが、あの、おそらくサーキット設計する上でのシミュレーション、CSAS、サーキットセーフティアナリシスシステム、<laughs> の中にはそのスピン、ああいうスピンの仕方をして後ろ向きにコースをこの速度で出ていくっていうシミュレーションは入ってないんだと思いますね。だから、ああいう形であの速度で横向きにバリアに当たるっていう形になっちゃってる。サインズもオコンも。まあそういう意味では今年の車のデータを少しもうそのシミュレーションに反映させる必要があるとは思うんですけど、で、なおかつコースはそれで大丈夫なんだっけっていうことを確認する必要が、まあどのサーキットもあると思います。ね。 ここもう一つ問題なのは、このコンクリートウォールの向こう側はもう普通の一般の道、敷地の外で、まあこれ以上ランフェリアはもう広げられないっていうことですよね。これは、えっと、写真奥が13コーナーの出口で手前が14コーナーですね。なので、あの、14コーナーの、まあまさにこの、えー、ぶつかったところ。 ポコンンとサイエンスがぶつかったことこのの左側のちょっとと切れ端見えてるこここなわけけですけどここは、そもそもラオフェリアは広げられない。本当は広げるのが一番いいと思うけど、広げられなくて狭い。で、この狭いところにテックプロバリアを置いちゃうと、ぶつかった時に、まあ、車も跳ね返ったり、もしくは、高い速度で飛び出てくる。まあ、要するに13コーナーの、もっと手前で飛び出てれば、飛び出すスピードはもう少し低いけれど、 こっちの奥まで来てここで飛び出すっていうことは多分シミュレーション多分これは確認したいから分かんないし多分ですけどシミュレーションで言うとスピンして飛び出るってことは基本考えてなくて例えばブレーキが壊れて13コーナーから出てきた車が14コーナーのブレーキングで止まられずにまっすぐ出るまっすぐ出た場合のこの速度ってまあかなりの速度なんでその場合バリアに当たる時の速度が何キロでバリアに当たる角度はこの角度ですっていうのがあるので その時はスピンじゃなくて、要するに右フロントから当たることになる。で、右フロントから当たる場合は、このコンクリートオールに対して、まあ、浅い角度で当たりますよね。だから、浅い角度で当たる場合は、テックプロで受け止めると、埋まってその、そこに止まりますから、テックプロの場合は。ドーンって当たって、ガサッ要するにそこで全て衝撃吸収することになるから、ドライバーにかかる負担はでかいんですよね。それよりも、まあ、この先、そのコンクリートオールが、奥のレッドブルが打つ、 あの、ついてるとこですね。このコーナーに沿ってコンクリートオールがぐるーっと左に曲がってるところに、要するにオーバルのコースみたいにコンクリートオールにドンと当たった車が浅い角度で当たって、ウォールに、コンクリートオールに沿ってスーッとそのまま行くっていう形で、車の衝撃吸収するっていうのはシミュレーション上想定されてるんだと思います。だからテックプロバイリア置いてないんだと思います。逆にテックプロバイリア置いちゃうと、そういうコースオフの仕方した人、 あの、クラッシュした人が、うん、ちょっと厳しい当たり方になってしまう。まあ、t ボ o n に近いような、t ボーンじゃないけれど、それに近い当たり方で、で、しかもそこで、急に速度が0になってしまうっていう形になるんで、そういう当たり方、そういう速度で当たる場合は、ちょっとテクプロバリアは使いづらいですよね。ここに、ダウンフェリアがもう少しあって減速してから当たりますだったら、OK なんですけど、そこ,こが、あの、テクプロバリア置けよって言われて、はいはいって置けない、 ちょっと難しいところであるといろんな要素が絡まってそういうふうになってるっていうところだと思います。まあまさにこの写真に写っている通り、外側の敷地からこのコース内側に入ってくるこの合流の道路がそもそもあるところなんですよね。この14コーナーの入り口の部分っていうのは。これ、これ反対側見たところ、このね、こサーキットの内側にジューって入ってく道が。本当はこのサーキット本コースじゃなくてこの黄色い線が引いてある。こっちが本来元々あった道なんで。 だからまあこのすごい狭いところに無理やりコースを作ってるがゆえの、このちょっとランオフエリアも狭いし、これ以上広げられないしっていう、なかなか悩ましいところなんですよね。あとこのアクセス道路にもなってるからテックプロバリア置いちゃうとまた大変っていうのもあるでしょうけど、さすがにそれはあのテックプロバリア置かない理由にはならないと思いますけどね。というところなんで、まあちょっとコース、コース全体の回収がさっきの言ったバックストレートに コンクリートオールの切れ目全然ないよねっていうのも含めて、それは一本目のバックストレートだけじゃなくて二本目のバックストレートも切れ目ほぼないので、まあ、ちょっとやっぱり、どうかなって思う部分はありますよね。ただまあ、その、ランオフエリアが狭いっていうのが、まあ、一番いいのはやっぱりターマックのランオフエリアをもっと広く設定できるような敷地のところにコースを作るっていうのが一番だと僕は思いますけどね。で、よくその、 ね、ターマックのランフェリアだとレースがつまらん。グラベルにしろ、グラベルにしろって、それはもう見てる人もドライバーも言いますけど、だったらじゃあグラベルだったら、ここがグラベルだったらはみ出ない。はみ出ないんだったら、そこがウォールでも、はみ出ないように走れば、あんな風に当たることはないんじゃないのっていう風には思いますけどね。だから、あそこにテックブロバリア置、OK、けって、なんか、短絡的に言うのも、そのグラベルにしろ、グラベルにしろっていうのとは矛盾してるような気がちょっとしますけどね。 僕はグラベルは反対派なので、反対派っていうのも変ですけど、まあグラベルにした方がいいっていうんだったら、まあこのコンクリートオールに当たらないように走るしかないんじゃないかなと思います。もちろんドライバーも当たろうと思ってやってるわけじゃないし、突然ね、リアがすべスナップしちゃったらもう、正直この、このランフェリアの距離感ではもう何もドライバーできないので、まあ難しいとこですけどね。 あの、ルクレールとかみルクレールのアタックラップも見,て見てもらえると、あの、YouTube 上がってるんで見てもらえるとわかりますけど、ルクレールだって4コーナー、5コーナー、6コーナー、結構リアスナップしてますからね。あれでも、まあ、速度域高いんでダウンホースしっかりあって、まあ、コントロールしてる。まあ、バーレーの時もね、結構、あの、えっ、ー、と、裏の6、7のところでもスナップしてましたけど、結構ギリギリの走りはしてますからね、みんなね。あそこでランオフェリア狭かったら、まあ、ああ、なるよねっていうのは正直わかります。 なので、まあ、コースをやっぱり考え直すっていうのは、そのテックプロバリア置くか置かないかじゃなくて、もうそもそもの設計として、これが許されるっていうのは正直ちょっとおかしいよねっていう気はします。あの、14、15、16みたいに狭い、狭くて、速度域が低いんだったら、別にラオフェリアなくてもいい、なくてもいいことはないけど、狭くてもいいと思うけれど、ある程度13コーナー速度高いんで、だから、どっちかと,いうとテックプロバリア置くっていうよりは、 あの、13コーナーの形状をもう少し見直した方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。13というか12からでしょうけどね。市街地先とテックプロバリア少ない、少なくないと思いますよ。少ないところ別にない。バクーとか結構あるし、モナコも最近導入してるし。もともとそんなに、だから今言った通り、テックプロでドンって当たってドンって止まるが良くないんで、あの、ランオフエリアが狭いとそれは使いづらいっていう、そのシミュレーション上使いづらいっていうのは確かにあるんで、 そういうところに置いてないっていう、要するに適材適所だから、テックプロバリアが万,万能なわけじゃないので、どこに置いてもいいわけじゃないから、テックプロバリアの効果が正しく発揮されるとこにしか基本的には置けないので、テックプロバリアっていうのは、っていうとこだと思います。